カイエヌ・ウエスト・コットの小説、エプシー・バークに見られるカイアール・グルーガーの差し絵。米国政公会牧師、ドナルド・マクスウェルは、シルベスター・バスコムの妨害のため収入をほぼ失い、妻を養うため、力仕事をする。場面は、バスコムの憎まれ口に対応中のマクスウェル。筋肉的キリスト教とは、19世紀中期にイギリスで始まるキリスト教の運動である。 愛国的責任感、男らしさ、運動を通じた心身の美、チームワーク、規律、自己犠牲、さらに軟弱さ、非英国的なもの、極端な知性主義の追放によって特徴づけられる。これは、健康や男らしさへのキリスト教的介入であって、信仰と共に強権な肉体と、快活な生活を主義とする、力強い男らしさの理想と結びついた活気ある。 福音主義の必要性を強調するものである。新約聖書、ピリピ人への手紙3章14節コリント人への第一の手紙6章19、20節などに基づく。ビクトリア朝時代にパブリックスクールの生徒の品性を慣用する方法として流行した。チャールズ・キングズリー、トーマス・ヒューズなどの英国の作家、また、カナダの作家では、ラルフ・コナーなどと関係が深い。 ヒューズの小説、トム・ブラウンの学校生活は、筋肉的キリスト教の運動としばしば結びつけられる。アメリカ合衆国大統領のセオドア・ルーズベルトも、筋肉的キリスト教を実践する過程で育っている。ルーズベルト、キングズリー、ヒューズらは、個々の生活においても、政治的見解においても、キリスト教的な理想を積極的に追求しながら、肉体の力と健康を推奨した。 筋肉的キリスト教は、霊的成長と肉体的発達を共に求めるいくつかの組織を通じて今日に続いている。カトリックにおいても、プロテスタントにおいても影響を及ぼしている。もっともこの名称は、彼ら自ら名付けたものではない。筋肉的キリスト教の由来は、首都パウロに遡る。パウロは信仰生活における挑戦を運動競技に例えたが、 1762年に、ルソーが著書、エミール、または教育についてにおいて人格形成における体育の重要性を説くまで、キリスト教においてスポーツや運動を明確に支持する動きは現れなかった。筋肉的キリスト教という語は、キングズリーの小説、2年前に対する弁護士、トーマス・コレット・サンダーズの書評によって広く知られるようになった。この書評は、 1857年2月21日付、サタデーレビュー誌に掲載された。また、ラインホルド・ニーバーのような神学者と筋肉的キリスト教は、ソリが合わなかった。アメリカの主流派プロテスタントでは、筋肉的キリスト教の影響は衰退していった。それでも、フェローシップ・オブ・クリスチャン・アスリーッツ、アスリーッツ・イン・アクション、プロミス・キーパーズのような福音派の組織において、 その影響が垣間見える。21世紀、ジョン・パイパーのようなシンカルバン主義の牧師らは、さらに推し進めて、男性的キリスト教を生み出した。パイパー曰く、聖書において、神は、クイーンではなく、キングとして、母ではなく、父として、自らを表している。三位一体の第二角は、娘ではなく永遠の息子として現れる。父と子は、 神の似姿において男と女を想像し、それらにマンという男性系の名称を与えている。このため、パイパーは神は男性的な雰囲気をキリスト教に持たせたのであると力強く主張している。2012年には、ティーム・ティーボー、マニー・パッキャオ、ジョシュ・ハミルトン、ジェレミー・リンといったアスリートも、また彼らのファンと信仰を共有することで、 筋肉的キリスト教を体現するようになった。ありがとうございます。